この冬最も一番勉強になったのは何って言われると、こんだけ持ってるからこそ違いがやっぱ出てくるんですよ。集大成っていうのがこの動画になってるんですよ。はい、本日はですね、こちら最低のダウンと最高のダウンって何なんだろうねっていうお話をねしていきたいなと思います。ということで、ようやくね冬もそろそろ終わりに近づいては来てるんですけども、ダウンジャケット皆さん今年買いましたよね。でその中で、着ていたけど、あ、ちょっとここ微妙やなとか、あ、これめっちゃ良かったなとかっていうのはね、僕も同じようになります。だから、これと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 これ組み合わせたら最強やのになっていう風に思ったりすることもあるんですけども、そういうのは動画でちゃんと残しとかんと忘れます。はっきり言って次の年になったりしたら、何の話やったっけと、だからダウン俺去年何着とったっけって覚えてないじゃないですか。だからそれを出しとくことによってね、確かに分かる分かる、タクゾー俺もそうやねんっていう方もいらっしゃると思うし、俺は気になったことないなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕が個人的にこれは着用しててここ気になるよねとか、最高のダウンってほんなら何なんやろねっていう話をねしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずダウンジャケット着用するときに、この冬最も一番勉強になったのは何って言われると、こうパッて羽織った時の着心地ね、やっぱ着心地いいって全然ちゃうねんなって。今まで僕どっちかってアウトドアのガシガシしたやつばっかり着たから、まあ多少着心地なんか悪くても性能良かったらええねんとかって思ったけど、やっぱ着心地が柔らかいとかってめっちゃええなと思ってね。まあこれタトラスのやつなんやけど、まあこれでこれはこれでデメリットありますけども、まあ着心地って、あ、こんな大事なんやっていうのがね、あの僕まだダウンジャケット作ったりしたことないんですけど、今後作るにあたってやっぱ着心地はちょっと求めたいなっていうところに思ったんで、逆に着心地悪かったら何っていうと、今までは普通やったんやけども、こうアウトドアとかの頑丈な生地、特に分厚いやつってありますよね、150デニールとかであったりするジャケットがあったりするんで、そういうのはちょっと着心地が悪いから次着ようってならへんじゃないですか。だから着心地まず大事ですよねと。で次にね、気になったなっていうところがやっぱジップ。今ここ残念ながらね、あの物気の殻になってますけど、このハンガーだけ残ってるけども、これ残念なことにですね、モンクレールのジャケットが、ジップが壊れました。でなんで壊れたんかっていうと、まあもちろんモンクレールの自社のジップやからっていうところもあると思います。だからジップに関してはやっぱ YKK をね、僕は信頼してるんですけども、やっぱ YKK がいいよねと。たまにアウトレットとか買い物行ってね、うわこのダウンジャケット安いやん、ちょっと見て、あ、ジップがわけわからんとこやってあったりするじゃないですか。でそれぐらいやっぱ YKK って信頼の証なんやなっていう風に再確認できたんですけど、やっぱジップがちょっと自社のやつはね、ちょっと信用ならんところがあるんやなっていうのが、今年20万のモンクレール買ってみて、約2ヶ月で潰れた時にね思っていたということなんで、まあ、ジップはやっぱり安定の YKK がいいですよねっていうことがあったりだとか、あとそれ以外にやったらフードね、やっぱフードのあるタイヤつってかもうはっきり言ってめちゃくちゃ首疲れるからもうしんどかったんですよ。やけどフードがいるタイミングってあるじゃないですか。いやフードいるんですよと、何を言ってるんですかっていう方とかやったら、例えばやけどこういう台湾のやつとかみたいにパッてやってこれ外せるようなね、ボタンとかでポチポチ外せるようなやつとかは、あ、めっちゃいいなと思うんですよ。これパパパって外してあげればフードなしにもなるし、いや今日はフードがいるなっていう時はフードつければいいしね。でそれ以外にやったらノースレスのねヌプシとかもあるけども、これ収納タイプがあるんですね。この収納タイプが一番僕は優秀やと思ったんですけども、同じくエクワックスのレベル7ってやつもこれ収納できるんですよ。やけどねこれビビりますよ。エクワックスのレベル7に関してはこれ着るじゃないですか、首んとこねフード収納されてるんだけど、もうなんか鉄砲入ってるのかなっていうからめっちゃ硬いんですよ。もう手榴弾入ってませんかっていうぐらい硬いから、なんかこう痛いんですよ。こう首当たってても違和感あるっていうかね、なんかあの車のシートみたいな感じになってるから、全然こう着心地よくないんですよ。まあ米軍のもんやからね、もともと着心地いいように作ってないって言ったらそうなんやけども、このねちょっとフードはどうにかしてほしい。あのノースレスがこんだけ綺麗にフードを入れてもね柔らかいこと実現してることを考えたら、ちょっとこれどうにかしてほしいなと思うけども、まあ僕米軍に行くことがないので、米軍の人とお話しすることは一生ないと思いますけども、まあ、そういったところでね、次フードがちょっと気になったかなというふうに思いました。でその次はね何かなと思った時に、僕結構ねこのダイワのねダウンジャケットね、個人的にスペックとか考えたら結構好きなんですよ。やけどもやっぱりこういうなんていうの、こうオーバーサイズすぎるやつってやっぱ寒いから着ないんですよね。だからあるんやけども、それ第一軍で着るかって言われたら絶対着ないんですよ。って考えた時に、このダイワのジャケットで唯一弱点やなと思うのがサイズ感がこうなんか大きいんやったらもうとことん大きくしちゃってもいいし、かといってジャストでもないしみたいなね、僕にとって結構難しいサイズ感やったなっていうところが、まあ個人的な印象なんで、やっぱダウンジャケットって言ったらある程度適正のねサイズ感がいいなと思いました。やっぱ冷気逃げていくから寒いんですよね。だからまあその辺はね、あの別にロングコートでも何でもいいんやけども、ちゃんとこう冷気が逃げないような、シルエットとかにしておけばね全く問題ないと思うんですけど、ちょっと冷気逃げやすかったところがね、まあ、気になったかなと思います。ただこのダイワはダイワでいいとこあるんですよ。それ何かっていうと、ポケットの裏地が普通こうノースフェイスとかやったらこの表と同じ生地とかがここは使われてて、この手の甲の部分だけなんか別のねこういうフリース生地みたいなのが使われてたりするんですけども、このダイワのやつとかは両方ともね
こういうフリース生地が使われてたりとか、もう一個上のランクとかやったらね、これはまたブランド違うんやけど、ピレネックスっていうとこなんかはもうマジのフリース使ってるんですよ。だからそら手入れた気持ちいいわってなるじゃないです か。ここまで配慮してるのさすがやなと思った時に、こんだけ持ってるからこそ違いがやっぱ出てくるんですよ。あ、ここはここまでやんのか、あ、これは逆にこっちがすごいなとかってあったりして、で次のところっていうのはやっぱり中の、ね、やっぱダウンっていうだけあってね、最近なんかあの空気あるでしょ、中に空気入れてね、あの浮き輪みたいに膨らましてダウンジャケットみたいにするっていうのがノースレスからも出たりしてるんですけども、まあ言うたてダウンジャケットやから中に綿が入ってるじゃないですか、中綿があると思うんですけど、まあ、それがやっぱり最低でもね、このユニクロのダウンジャケットで525フィルパワーってこれ明記されてるんですけども、まあ600ぐらいあるといいよねって、まあお金出す価値あるよねっていう、数万円とか出すの価値あるよねって思うじゃないですか。って考えたら、まあこの辺は全部ね600とか超えてるやつです。まあノースフェイスのがちょっとどんなもんかわからへんけども、もしかしたら600切ってるかもしれないですけど、オーダーのねヌプシとか、これはあの既製品ですけど、オーダーのヌプシは900フィルパワーとかあったりするので、まあオーダーはねかなりいいものやとは思うんですけども、やっぱりフィルパワーが下がるとね重たいんですよ。めちゃくちゃ綿入れるから重たくて、傘がちっちゃいからもう詰め込みまくるんですけどね、まあ、そうなってくると重たいからもうダウンじゃなくてコートでええやんってなってくるからね、まあ、その辺がね、まあ、個人的には気になるところでした。だから僕よく普段動画とかでね、いやダウンの一番の敵って実は水なんですよとかって熱弁してるんやけど、もちろん水も大事なんやけども、まあ、多少弾いたらいいかなぐらいじゃないですか。思いっきり防水の生地がいるかって言われたらそこまではいらんかなと、まあ、多少水さえ弾いてくれたらそれで全然 OK。 だからタトラスみたいにちょっとでも濡れたらあかんとか、これはややこしすぎる、こんなんはちょっと使いづらいっていうところもあったりするんですけど、要するにね、いろいろこうまとめていくと、まずは生地の柔らかさ、要はこう動きやすい、まあ、生地をこう薄くするなり、あとはなんか違う生地を使うなりしてちょっと薄くしていきましょうと。これ僕ちなみに次作っていくために言ってますよ。作っていくためにこれ見返したら自分で思い出すからね。で、まあ柔らかくしていこうと。でもちろんジップはもう YKK でいこうと、とにかく YKK を信頼していきましょうと。で YKK の中でも壊れやすい YKK ってあるんですよ。何かっていうとね、まずこの企画をね5号っていう企画なんですよ。大きさがね5号っていう企画、これ誰が興味ある、この、 あの服の作り手みたいな話。まあいいか、まあ、5号っていう大きさなんですよ。でももうワンサイズちっちゃい、このタイプの YKK はめちゃくちゃ壊れやすいんですよ。もともとちっちゃいから、あの負担がかかりやすいっていうところでギュッて壊れやすいので、まあ、これはちょっと気をつけようと。だからこの大きさの YKK がやっぱベストですよねっていうところプラス、いや違うと、もっとでかくしてこいと、チップがでかくしてこいと思うじゃないですか。でもね、ここまででかくすると次は噛みにくいんですよ。だから最初ね、このここギュッて引っ張るときにここが噛みづらいってところがあるので、あんまりでかかったらでかくていいっていうもんじゃないっていうところでね、まあ5号ぐらいのサイズ感、もう1個大きいぐらいやったらまあギリ許せるけど、まあ、それぐらいのサイズ感で作っていきましょうと。僕の仕様書です、今から喋ってるのはね。これ見てパターンナーさんがあの仕様書作っていきますので。で次フードはやっぱあればいいんですけど、こういう風にポチポチ外すタイプでももちろんいいし、収納タイプにしちゃってもいいかなっていうことで、でも収納タイプもしするんやったらエクワックスみたいにこの首が痛くなるぐらいパツパツに入れないでおきましょうと。これも完全にスーパータマでの1円セールみたいになってるんですよ。もう入れたもん勝ちみたいなね、この袋の中まで入れたら入れたもん勝ちですよと。たまに年末とかでもやってますよね、袋までは入れ放題っていう状態、もうこれパンパンになってるんですよ、もう溢れ出てるでっていう状態やから、まあ、これちょっとやりすぎですよと。そして今着てるみたいにこうオーバーサイズももちろんかっこいいんですけども、しっかり空気の逃げないようなオーバーサイズを展開しやなあかん。まあ僕はあんまオーバーサイズ興味ないので、どっちかというと形的には前のね以前のヌプシのタイプのこうすっきりした感じが好きなんですけども、今のタイプもうちょっと横が大きくなっちゃってるんで、これも同じくちょっとあの熱が逃げちゃうんですけど、まあこれぐらい横幅がすっきりしてる方がまあ合わせやすいでしょうと。でダウンなんかね前開けたら大きく見えるんですよ。でもともとオーバーサイズで前開けたらね、もうこんでこの段階で見たら分かりますよね、これ合ってないやんと、サイズ合ってへんやん。まあ着る人が着たらおしゃれなんやけど、僕がこれ着といてください、多分女子から見たらただの芋臭いおっさんなんですよ。だからそれはねまあ自分で分かってるんですけど、まあそういう風になってると。でポケットは必ず作ると思うんで、ポケットの裏地っていうのを両面フリース素材を使ってあげようよと、そういうことであの使いやすくなるんじゃないかと。で中綿に関しては別に900も1000もいらんねんけども、最低でも600以上、だから600以上って言ったらカナダグースは625なんですけども、まあ、それぐらいの品質は保っていこうよ。こういうことがね、あのいいダウンジャケット、最高のダウンジャケットだって、これ全部構えたらね、まあ多少の撥水もして、着心地もいいし、ジップも構わへんし、手の中も気持ちいいし、空気も逃げへんっていうともう最高じゃないですか。で首のとこもね収納フード
導されてるとかやったらもうめちゃくちゃ言うことないっていう状態なんで、これがね僕がこの3年間弾を集めまくって、そしてさらに着用しまくった時に何が嫌で何が良かったんかっていうのをもうバンとまとめました。だから集大成です。この3年間の、総額200万ぐらいかけたダウンジャケットの集大成っていうのがこの動画になってるんですよ。だからね皆さんね、今年の冬もしくは来年の冬、僕のジャパンメディアが出るダウンジャケット見といてくださいよ。何が出てくるのかな、これを全部クリアしたやつが出てくるんでしょうか。で出てこないってなったりしたら出しませんけどもね、また楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、最低のダウンジャケットと最高のダウンジャケットとはという動画をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。